どうもー。はい、時刻はですね、4月25、11時55、お昼ですね。はい、いやー、4月も終わっちゃいますね。はい、ということで、まあ、今回ですね、モチベーションが必要ない理由ですね。モチベーションが必要ない理由、まあ、この前ですね、ブログの方を教材販売したんですけどね、毎日ね書かないといけないです。まあ、セミナー映像でも言ってますけど、毎日書かないといけないんですよと。はい、この毎日書くのに、まあ、もう多分ね、何万回もらってると思いますけど、まあ、毎日書くやることに対してモチベーションがありませんみたいなね、モチベーション上がらないと、モチベーションが下がってるからできないっていう。要はモチベーションが上がらない、下がってるっていうところでできませんというお悩み、ご相談、もう何万回いただいたかわからないぐらい、このモチベーションというのが出てくるわけですよ。わかります？モチベーションが上がらない、モチベーションが維持できないとかね、維持できないとか、もうモチベーションのせいみたいな。わかります？いや、俺はモチベーションがあればできるんだ、吉谷さんみたいな。吉田さん、僕はモチベーションさえあれば毎日そんなできるんですよ。できない理由はモチベーションがないからですよと。その方法も知らないし、それを維持する方法も知らないし、だからできないんですという方がいるわけですよ、世の中には。だからモチベーションの維持の方法とかね、モチベーションを上げる方法とか、まあ、いろいろあるわけですよ。あ、モチベーション下がってる、上げたい、上がる方法、上がりっぱなしいいなみたいな。わかります？これは考えてください。思考を柔軟に、もうこれで考えてください。これで考えていきましょう。そもそもなぜあなたは、そもそも論です。そもそも論。はい。なぜそれをやるんですか。なぜ〇〇をやるんですかと。なぜあなたは〇〇をやるんですか。これがブログなのか YouTube なのか分かんないですけど、 Twitter なのか、なぜあなたはこれをやるんですか。なぜあなたは〇〇をやるんですかっていう、そもそも論です。まあ、僕の場合だと、まあ、お客さんだと収入を上げたいとかね、収入を上げたい、人生を変えたい、まあこんな感じですよね。まあ100万稼ぎたいとか。なぜやるんですか。はい、収入を上げたい、人生を変えたい、100万稼ぎたいと。そもそも論は、そもそもはここがコアですよね。大丈夫ですよね。何か新しいことをやる、何かをこの手に入れたい、何かを手に入れたいってことですよね。今までないもの、今まで自分が手にしたことがないものを手にしたいと。OK ですか？ですよね。なぜそれをやるんですか？今までないもの、今までもらったことがない収入を手にしたいということでやってるわけじゃないですか。大丈夫ですよね。はい。ということは、この手にしたい、分かりやすく説明していきましょう。あなたが手にしたいものですね。手にしたいもの。イコールが大事なんです。イコールにしてください。はい、どういうことかっていうと、例えばこれを買いたい、これを手にしたい、これを買いたいってなった場合、何が必要ですか。これを買いたい、ビデオカメラ。吉野さん、カメラ何使ってるんですか。吉野さん、マイク何使ってるんですか。あ、最近ですね、これギニュー特選隊緑のやつさんがですね、これ、吉野さん、あのマイクいいっすねみたいな、はい、僕のアマゾンアソシエイトから買っていただきましたね、これね。これめっちゃいいですよ。はい、吉田さん、どんなマイク使ってるんですかみたいなね。じゃあこれを手に入れたいってなった場合、何が必要ですか。何が必要ですか。はい、お金ですよね。お金。つまり手にしたいものイコールここはお金になるわけですよ。だから手にしたいものがビデオカメラですね。
じゃあビデオカメラを手にするためにイコールお金が必要だよねっていう話です。まあもちろんプレゼントとしてもらうとかそういう概念ちょっと置いときますよ。まあそういう概念もあるんで、そのプレゼントをもらう方法とかね、お金がない場合はお金がなくてももらう方法もあるんですが、それを言うとぐちゃぐちゃになるので、まあちょっと割愛します。そこはね、お金がなくてももらえるんですよ、やろうと思えば。いろんな方法があるんで、まあ例えばクラウドファンディングとか、まあまあいろいろあるじゃないですか。そこはちょっと割愛します。基本的にコンビニに行きます。コンビニ行って、じゃあガムが欲しいと、じゃあガム100円ですよね。じゃあそのガムを手に入れるために100円をレジで払わないといけないですよね。つまりイコールなんですよって話です。手にしたいものはイコールなんですよ。だからこれを手にしたい場合、これを手にしたい場合はイコールで、イコールなんですよ。イコール、一緒についてくるってことです。これを手にしたいんだったらイコールでやるということが前提でついてくるってことです。セットなんです。でこれを分離して考えてるんですよ。ほとんどの人は分離して考えてるから、このやることを分離して考えているから、ここに対してモチベーションがどうのこうの言ってるんですよね。上がらないみたいな、あります。分離じゃないです、これイコールですからね。イコールなんでセットなんですよ。だからよく言うのが、給料もらいたいのに、じゃあ給料もらいたいっていうところと会社に行く、じゃあ行く、これじゃあ給料ですね。給料を手にしたいと、給料を手にしたいで、出社するってね、今、まあ、会社に行くと、会社に行く、これイコールじゃないですか。まあ今すみません、今ちょっと在宅ワークになってる部分ありますけど、給料をもらうと会社に行くってセットじゃないですか。セブンイレブンでね、コンビニでじゃあ給料もらう、バイトしに行く、タイムカード押しに行かないと給料もらえなくないですか。どうですか今セブンイレブンって自宅待機でできるのかな。ちょっと難しくないですか。まあ本部の人はやってるかもしれないですけど、そのリアルの店舗の人ってレジ今ね AI じゃないんでね、Amazon Go じゃないじゃないですか。 Amazon なんちゃらじゃないですよね。今セブンイレブンもファミリーマートもレジの人いますよ。だからそこ行かないといけないですよね。給料をもらうイコール行くなんですよ。でこれよく言うのが、じゃあモチベーションがないから会社に行かないんですか。いや吉田さん、モチベーションが上がらなくて会社行かないんですっていう、いやどうやったらモチベーション上がって会社に行けますかみたいな、あんまり聞かないですよ僕。でも、もっとすいません、これもっと落とし込むと、いやうつ病だから行けないんですっていう人、ちょっとそこは置いときますね。そこはすいません置いときます。また話がぐちゃぐちゃになっちゃうんで。大体一般的に、例えば僕もね、東京行った時にね、サラリーマンの方、はぁ、みたいな、ほぉ、ほぉ、モチベーションのかけらもないです。モチベーションのかけらもない。もうお疲れ様でございますっていう感じじゃないですか。お疲れ様でございますという感じで毎月、で30年、あれから30年みたいな。疲れ果てた30年。これ30年行きません、会社に。40年、あれから40年みたいな。もう君村さんが好きなんですけど、あれから40年、30年みたいなね。そう。どうですか？モチベーションが あろうがなかろうが、行ってんすよ。だからこれはなぜ行けるのかっていうと、セットで考えてるからです。セットだからです。セットにしてるからです。これを分離して考えるといけないんですよ。分離して考えるからダメなんです。だから分離して考え始めると、これがもっと深くいくと、まあ、うつ病みたいな。でもこれももうね、うつ病って面白いんですけど、このうつ病って、この病名が出る前まではうつ病の患者って少なかったんですよ。でもこのうつ病が出た、うつ病という認知された後にうつ病が増えてきたんですね。これも面白いですよね。うつ病っていう言語が出てきたことによって、うつ病が出てきたんです。はっきり言いますけど、中小企業の社長さん全員うつ病ですからね。マジで中小企業の社長さんも全員ほぼうつ病です。はあ、売上どうしようみたいな。いや僕もうつ病ですよ。10年うつ病ですよ、そんなもんは。いやマジでね、マジでうつ病ですからね。だからそれが病名出てきたから、ここに合わせてるだけなんですよ。まあいいや、ちょっと置いときましょう。まあとりあえずセットで考えろって話です。セットでね。だから例えばね、リスクイコールリターンですよね。リスクイコールリターンですよね。リスクを取るからリターンがあるんですよね。大丈夫ですよね。リターンってなかなかなくないですか。
まあ、あるものも探せばあるかもしれないですけど、例えば、うん、最近、あ、そう、パチ屋がなんか大阪だったかな、ニュースやってましたね、閉店しねえみたいな、あ、自粛しねえみたいなね、公表するみたいなね。じゃあギャンブルでいきましょう。じゃあギャンブルね、じゃあギャンブルと仮定しましょう。じゃあスロット代ね、1000円という1000円、まあ、スロットに1000円入れるわけじゃないですか。で47枚ぐらいですかね、47枚ぐらい、まあ、ちょっとパチ屋によって昔50枚出たんですけどね、なんか最近多分47枚ですよね、46枚とか。まあでもこれはちょっとかあれなのかな、店によって変わりますからね。まあもう出てくるわけじゃないですか。じゃあこの47枚を使ってピカレーみたいなね、これリターンを得に行くわけじゃないですか。でもこの47枚を手に入れるために1000円、だからさっきの言った通り、あの47枚50枚のメダルを手に入れるために1000円払ってるんですよね。で1000円払ったことによって、この1000円がリスクとまた仮定するならば、1000円のリスクを持ってこのリターンを手に入れてますよね。宝くじもそうですよね、競艇、競馬、競輪、全部そうじゃないですか、賭け事のやつも。会社もそうじゃないですか、会社もどういうふうに例えるかで、まあ、給料と給料イコール出社みたいなのありますけど、時間というリスクに対して時間使ってるんですよ。時間ということに対して、この時間というねリスクを使うことによってね、対価としてお金をもらえると。例えば飲食店に行ってですよ、お前リターンよこせみたいなね、いや金払わないけどリターンよこせみたいな、いや俺に飯を食わせろと、金はねリターンだけよこせ、通ります？通りますそれ。飲食店、まあ、吉木行くじゃないですか、お金えんだけど、あの払えたからちょっとあの大盛り、あと卵も、あと漬物も頼むわみたいな、金ねえけどみたいな、通るわけないじゃないですか。通ります？なかなか通んないですよね。リターンをよこせみたいなね、無理なんです。だからリスクとリターン一緒です。だから、まあ、今回カスタムサムネイルで最低と最高っていうところをねちょっと入れましたけど、これもねエヴァンゲリオンのね当てはめてもらうわけなんですけど、うまく当てはまりましたね。今回最低と最高もイコールだよってことです。最低と最高、これはイコールだよと。で、このイコールで考えられる人は今がチャンスなんですよ。ただし、ここを分離して考えてる人はもう最低でしかないんです。もう一度言いますね。最低と最高をイコールで考えられる人は今最高なんですよ。だって最低が来てるなら最高の結果を得られるんですよ。だけど、これを分離して考えてる人はここしか見えてないんで最低なんです。わかりますか？いや、イコールです。イコールなんです。最低イコール最高。例えば、まあ今日ね、あの塾生さんからね、あのマリアさんっていうね、マリアさんが来たんですけど、吉田さん、収入が0円になってしまいましたと。収入がやばいですみたいな。これ最低ですよね。もう収入0円です。マリアの事例。おー、マリアの事例ですよ。マリアの時代、これ最低ですよね。じゃあ最低になった、収入ゼロ円になったことでまたドリアカですよね。ドリアカで、まあ、ドリアカの塾生さんなんですよ。だけどまた学びますみたいな、最高の環境でまた学びなんですよ。最低になったおかげでまた最高の環境でまた学ぶんですよ。わかります？ここには最高の講義が、最高峰の講義がねいっぱいありますからね。これは学び直せる。最低になったから最高ですよ。わかりますか？でもマリアがね、マリアちゃんがこれ最低になっていなければここには来てないんですよ。わかります？あ、また吉田さん、またちょっと勉強させてくださいってなんないんですよ。最低じゃないから。わかります？まあ収入入ってるからまあいいかなみたいな。わかります？そうだから、本当これイコールですからね。だからこのイコールっていうところをぶち込むってことです。でそれが本当に分かりやすい例としてイコールでなってるよねって話です。リターンよこせ、無理じゃないですか。じゃあやってほしいんですけど、飲食店に行ってマジでやってくださいよ。
無理じゃないですか。おちょっとあの腹減ったから、あこれもこれも お金ないけど、お金はリスク、お金払いたくないみたいな、払いたくないけどこれとこれとこれとこれこれだ、あ早く作ってみたいな、早くよこせよみたいな、時間、俺時間取りたくないんだよ、時間のリスク取りたくないんだよ、もう早く1秒で出せみたいな、なわけ無理やんみたいな、そう傲慢やろぞ俺自分みたいな。でもね、でもことネットビジネスはこうなってるんです。何にも時間使いたくない、何も努力しない、何もやらなくても月収100万みたいなね、何も教材も買わない、教材は買うべきですからね、成功できてないんだったら、はっきり言いますけど、成功できてないんだったら教材買うべきなんですよ。だって今無料で本当にいくらでも情報あるので、いくらでも成功できるわけですよ。じゃあなんで成功できてないの？それリスク取ってないからですよ。リスク取ってないからリターン得られないですよ。でこれをリスクの取り方が大事で、このねほとんどの人はリスク取るときに、このリスクが儲け話にリスクを払ってるんですよ。だからうまくいかないです。儲け話です、儲け話、ビジネスじゃないです。儲け話に、あ儲かるのかな、これ儲かるかなみたいな、でそこでお金払うんですよ。で失敗するんですよ。じゃなくて自分に投資するんですよ。自分の自己成長に対して投資するんです。そこに、まあ、リスクというか、まあ、投資していくわけですね。投資してリターンを得る。自分の自己成長のために投資するっていう。例えばね、例えばですよ。じゃあこれ本当にあると思います。これマジで本当なんですけど、じゃあこれ有料で買ったとするじゃないですか。本屋に行って、なんだこれうさんくせえの。で本屋に行って1900円ですかこれ。これ僕の本。じゃあ1900円で買うじゃないですか。で買ったらやっぱりちょっと読もうと思うじゃないですか。買ってるんで何の本かなみたいな、まあ、たまーにいますよ。たまーにというか、ノウハウコレクター日本代表クラスまで行くと、すいませんね、これノウハウコレクター日本代表クラスまで行くと買っても1ページも開かないという場合もあるんですけど、それは日本代表クラスです。一般人じゃないです。すいません、そこは日本代表クラスまで突き抜けると買っても1ページも見ないっていう現象は起きるんですけど、それは日本代表クラスです。一般人の方は買ったら読みますよ、開きますよ、一般なんで。でじゃあなんで読むのかっていうと、買ったからです。金払って買ったからです。でもこれが金払って買ってなかったら別に見るという動機がないんですよ。何もリスクもないし見る動機もないんですよ。わかりますか。だから無料だとやらないってことです。 OK ですか。だから無料で成功できる環境には今あるんですよ本当に。でそれで成功できない、それでやれないんだったら自己投資しろってことです。自己投資をして自分のやる環境を作らなければいけないってことです。わかりますか、はい、そうは言っても吉谷さん、はい、そうは言っても吉谷さん、僕はリスクを取りたくないんです。これ嫌なんです。お前なんかに1円も払いたくないんです。グッジョブということで、はい、ということで今回は、はい、ということでね、5月1日ですかね、5月1日、5月1日、24時間限定で、5月1日の0時に LINE アットで流すんですけど、 LINE アットね、この YouTube の下に入れておきますけど、24時間限定で60万円の、教材、こちらを無料でタダでいきます。 OK ですか。何のリスクもないです、はい、まあ、金銭的なリスクですね、はい、OK ですか。60万円がタダです。でそれはコピーライティングの教材ですね。そちらプレゼントさせていただきますんで。で、一応、これちょっとやりすぎてるので、これやりすぎてるじゃないですか。60万円無料っていうのはやりすぎてるので、無料視聴期間っていうのを設けます。で、その無料視聴期間っていうのが5月末まで見れますよと。12講義あります。12講義あるんですけども、それが5月末まで、まあ1ヶ月あればいいと思うんで、しっかりとそこで勉強していただいて、コピーライティングはめちゃくちゃ大事ですから。まあブログをやるにもコピーライティング。てかネット全部コピーライティングですから。ほとんど。例えばね、マナブさんも台本作りましたみたいな。台本コピーライティングじゃないですか。まあ僕はすいません。即興で全部即興ですよ。台本作んないですよ。最近台本作るとするならば、セールスビデオは、やってますね。セールスビデオは、なんだ、書いてますけど、それ以外は、
あとブログ書いてるんで、ブログですかね。まあ基本今動画メインですからね、僕は。これもう即興です。で、なんで即興でできるのかっていうと、僕はコピーライティング相当書いてきたからです。ね、今のこのフリーコンテンツからのスイッチングからの、ね、このフリーコンテンツですよ。また無料みたいなね。はい、もう僕はもう体にもう染みついちゃってるんで、これがね。はい、まあできるんですけど、それは勉強してきたから、やってきたからであって、最初の初心者の人はできないので、しっかり勉強してしっかりやるってスキルをつけるというところですね。今何が一番やらないといけないのかっていうと、自分で稼ぐスキルをつけないとダメなんです。会社に行って会社から給料をもらうというだけの収入源だったら、この先分かんないです。ただし会社からも給料をもらってるし、自分で稼げてる、これ最強じゃないですか。会社からも給料もらえるし、自分でも稼げる。マジでやばないですか。これね、僕の塾生さんで、鷲津さんっていう50歳の方がいるんですね。50歳。今年、さっき、今月か、つい最近50歳になったんですけど、ね、去年、2019年、ずっと月収100万切ってないんですよ。副業で。で、年末500万です。だから去年の副業で3000万、2000万から3000万を上げてると思います。副業でね。ずっと100万以上です。100万切らない。ずっと100万です。だ夏ぐらいに、なんか一回やった、講義一緒にやったんですけど、夏の9月だったかな、300万ぐらいですかね。200万、300万なのみたいな。だ多分2000万から3000万ぐらいいってると思いますね、2019年、副業で。どうすか、副業で2000万から3000万いって、なおかつ、給料ももらってるって。いいですね。しかも、サラリーマンっていうね、信用もあるわけじゃないですか。これ、まあ、神ですよ。申し訳ないですけど、自営やられてる方って分かると思いますけど、自営ってぶっちゃけ信用ないじゃないですか。で、サラリーマンって信用あるんですよ。なんかこのサラリーマンの武器も使いながら給料ももらえるし、副業で2000万とか稼げたらもう神じゃないですか。まああとあるとするならば時間的な部分ですよね。まあそれは鷲津さんはずっとサラリーマンで行きますみたいなのを言ってましたけど、その人がいやサラリーマンで働いてたら時間がちょっとないから辞めようかな、辞めるか辞めないかはその人次第ですけど、鷲津さんはなんかサラリーマンを武器にしてるんで、もはやサラリーマンしながら稼げるぜっていうとこ武器になって共感得てて、僕勝てないんですよ。もうぶち抜かれましたね。僕一生鷲津さんに勝てないんですよ。だってサラリーマンやってんだから勝てないです。だからサラリーマンやってる人って実はめっちゃ武器になるんですよ。僕がいくら言ってもお前だからでしょってなるじゃないですか。でもサラリーマンの人がそういう、で、50歳。年齢50でサラリーマンやっていて、副業でそんだけ稼いでますよって言ったら、どういうこと俺と一緒やんみたいな。しかも50歳みたいになって、もうめっちゃ入るじゃないですか。売りやすいですよね。僕めちゃくちゃ売りづらいですよ。それでも頑張ってますけどね。はい。はい、だから今ピンチな人はチャンスなんです。僕よりチャンスですよ。はい。OK ですか？僕より共感は得れるわけじゃないですか。多くの。僕は共感は得づらいんですよ。はい。OK ですかね。はい。ということで、この下に LINE 入れときますので、5月1日24時間限定で60万円の教材をプレゼントするご案内をさせていただきますので、登録だけしといてください。終わります。ありがとうございます。